ぜあのアンデッドに協力を頼んだんです。もう最強の魔法を開幕の一撃にしたいなんて、奴を見せ物にでもしたいんですかい？対アインズール・ゴウンの大連合を作るためには奴の脅威を知らしめる必要がある。あのダークエルフの少女ですら帝国騎士数百人も一瞬で殺したのだ。その主であれば一撃で千、いや二三千は殺せるほどの強大な魔法を使えるはずだ。かの十三英雄だってそれは無理ってもんでしょう。まあ何事も最悪は想定しておくべきだろ。だがこれは奴の底を見るチャンスだ。それを知ることができればおのずと対処する方法も明らかになる。黒き豊穣への道へ、イアシブニグラス。まさか7万人を一瞬で。7万人？バカ、7万一撃だと？その魔法は続いて5体の巨大なモンスターを召喚し王国軍を壊滅。